はいたーい。時計は午後10時30分回ったところです。小室ゆりの夜サプリ。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております。男女コミュニケーション専門家小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺熊本銘菓いきなり団子七尾庵占い癒し処八雲庵琉球食系 MJ リサーチ総合探偵社ゴルファーズプロファイリング提供沖縄県 FM 宜野湾神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。先週末ですね、仙台で講演会開催していただきました。ありがとうございました。ご一緒させていただいたのがファシリテーターとして仙台で活動されている結婚相談所グッデイの石井哲也さん、そしてもう何回目になりますかね、仙台で主催をいつもしていただいている株式会社流星の高橋実さん、このお二人に主催に入っていただいた特別講演会だったんですけれども、まあ盛り上がりましたね。主にセクシュアリティのお話しかしてこなかったんですけど、主にじゃなくて全部ですね、はい、久々にセクシュアリティに特化した講演会立たせていただいて、改めて思ったのはセクシュアリティこそ笑いが必要だなって。セクシュアリティをエロのことだけで話すのもそれはそれで楽しいと思うんですけど、それってやっぱり歪んだ話になってしまうというか、男性側女性側、まあ私が考えているこの男女のコミュニケーションにおいては、その両者において欲しいエロとか欲しいセックスとかが違うんですよね。そのどちらかに寄ってしまうことによる笑いになるけれども、そこにアカデミックさとか知性とかが入ってくると、どちらにも偏らないフラットな笑いになるというか、だからこそこう知識と教養とエロ、この三つどもえの話が必要になるよねっていうのを2時間お話しさせていただいて、その2時間の中で私自身も確認しながらお話をさせていただいたなんていう、そんな時間になりました。コーナーとして某 AV 男優さんの YouTube チャンネルで解説されている女性の喜ばせ方を女性の観点から見て、これが OK なのか NG なのかみたいな、そんなお話とかねさせていただいたりとか、またこの番組でもすっかりおなじみとなりました USP プロファイラー押したり構造先生にゲストに来ていただいて、押したり先生の鑑定による小室ゆりのエロ度っていうのを見ていただいたりとかして、小室ゆりはビジネスエロなんだそうですだからセクシー女優ができたという結論に至りましてその後押したり先生のところに、はい、鑑定希望者が殺到したことはもう想像にたやすいですよねそんな楽しい時間を過ごしてまいりました。小室ゆりにエロと知性と学問が重なった、こんなちょっとセクシーな講演会やってほしいなという方はお問い合わせいただければと思います。ということで5月はいつもお世話になっている先生にフォーカスを当てる月間ということで、今週は占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生にゲストに登場いただきます。この後すぐのご登場です。楽しみにしていてください。そのまま八雲先生の週末の占いに突入してまいります。今週はですね、文化の多様性というテーマで鑑定していただきました。なかなか新しいテーマに取り組んでいただいております。こちらも楽しみにしていてください。番組では皆さんからのメール募集しております。
番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談お待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のヴィレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子プレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上ポチッとしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様。今週のサプリなお客様、この先生が来てくださいました。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生のご登場です。薬務先生、1年ぶりです。どうも、1年ぶりに来ました。どうもよろしくお願いします。お願いします。いつもね、薬務先生の占いをね読ませていただいてるんですけど、たまには薬務先生ご自身で読んだらいいのにっていつも思ってるんです。いや あれは先生だからと思って書いてるんで。いつも素敵な鑑定を本当にありがとうございます。こちらこそです。はい、今日はエッチが来るのかな、イアンバカンが来るのかなとか思いながら申し訳ないです。読ませていただいてます。でも私からですからね、ちょっとセクシーなあの内容のキーワードを入れてくれって言ったのはね。そうですね、もうかれこれ5年ほど前にそういう話になりますね。はい、はい、毎週毎週週末の占いを担当していただいて、ところで1年前のゴールデンウィーク5月にも薬務先生にゲストとしてご登場いただいたんですけれども、薬務先生、この1年間でどんな変化ありましたか？そうですね、まあコロナもだいぶ去年ぐらいから収まってきまして、まあ、波はありましたけれどもね、こちらに来ていろんな方と、ね、先生ともねお会いさせていただいて、はい、いろいろやっているところでございます。実は夜サプリの始まった当初は大阪の占い癒しところ薬務庵って言ってたんですけど、お気づきの方もいらっしゃると思います。大阪のという冠が外れた期間があったんですよね。で今も外してるんですけど、はい、薬務先生今は東京に来られているということで。そうなんです、今東京で生活しておりまして。そうなんですね。東京で占いをさせていただいております。うん、なのでこれまでオンラインでしか会えなかった人たちが東京で実際に薬務先生と会えるチャンスも増えた。そうですね、はい、なんですよね。うん、今まで対面もそうですけど、オンラインでしか交流できなかった同じお職業に就かれている占い師の先生ともよくよく会食をされているそうで。そうですね、もう席を切ったかのように去年ぐらいからどんどんと、今年ももう4回やってます。うん、月1回です。月1ですね。月1ペースですね。はい、月光の月末もやります。はい、もう占いの先生同士ってどんな会話されるんですか？占いの先生同士というのはもう本当、あなたの誕生日はっていうのを名刺代わりに聞き合って、あなたは何を占う人ですか、うん、とか種類を聞いて、はい、でお互いにやってない占いで、例えば僕手相をやってますけど、相手してなかったら手相と、ホロスコープで見てあげて、あっちは四柱推命や四人数で見てもらうことをやってます。そういうところで、そのあ、こういう観点は自分にはなかったなみたいな気づきみたいなものもあるんですか？すごくありますね。やっぱり僕は男性なので女性的視点がなかったりとか、やっぱりこう年代上の先生の考え方を知れたりとか、すごく刺激になってます。うん、そう、男性の先生、女性の先生同士でも同じ誕生日って同じホロスコープで見たとしても若干違うみたいなこともあったりするんですよ。やっぱりこう映画を見た時に男性目線で解釈するか女性目線で解釈するか違ったりしますよね。はい、ヒロインベースで見るかヒーローベースで見るか、うんうん、それで後でね話したら全然違ったみたいな、見方が違ったってよくあると思うんですけど、うん、占いもそういうところがありますから、うん、はい、だから女性の先生の言い方と男性の先生の見方が違って面白いなと思います。
先生のところに来られる、ご相談者様クライアントさんで中にはその、うん、どの先生の話を聞いたら自分は腹落ちするんだろうかと占いジプシーと呼ばれる方たちもいらっしゃったりとかするんですか。もう本当にもう僕のところに来ながらも、3ヶ月ぶりぐらいに来てですね、こういう人がいます、はい、先生すみません、何々先生と何々先生と何々先生に行ってきたばかりなんですが占っていただいてよろしいですかっていう、まずは、うん、お断り入れていただける方がいましてすみませんって言いながら我々占い師全然気にしてないんですけどね、それ気にしないものです。気にしないですね、もうその先生はその先生の味方で、料理だとしたらイタリアンかフレンチか中華かぐらいの違いがありますから、うん、そこは気にせず、でもその先生も僕も、同じこと言ってませんかっていうとそこは納得してくださいとお話になりますね。あー、鑑定方法が違ったとしても本質的に言ってることは同じだったりする。そういうことですね、はい、うんうんうん、こう占いって私のこう職業も喋るっていうことって目に見えないものだったりするんで似てるところがあるなと思うんですけど、目に見えない商品商材を扱うからこそ気をつけなきゃいけないこと、または受ける方もちょっと心得てきてほしいなみたいなことってあるんじゃないかと思うんですけど、例えばですね、こうそれこそ目に見えない心を扱う商売と言ってもいいんですが、この目に見えないからこそ、まあ、タロットとか、ね、地中水明の表とかありますけれど、はい、ああいう表を見てもわからないじゃないですか。わかんない、ね、でだからこそ言葉遣いに気をつけていかなければいけないし、お客様の方も本当のことをおっしゃっていただきたいんですね。本当のこと、はい、初めてだからこれは言えないなみたいな感じでおしゃべりされない方がいるんですよ、うん、言えないでって言っておきながら本当はダブル不倫だったとか、うん、我々はそれを表とかタロットで見ると、他でも普通の純愛ではないな、おかしいなと思いながら喋ってるんですよ、うんうん、その30分1時間がもったいないんですよね。はい、外れてはないんだろうと思うんですけど、うん、ちょっとそこが外れてしまうんですね、本質が、うんうん、なのでもう洗いざらい全部喋っていただいた方が我々やりやすい、うん、はい、もう聞くんであれば最初から全部出すっていう気持ちで、そういうことですね、はい、うん、さて、実はですね、八雲先生から小室由里が常々言われてたことが、先生どんどん忙しくなるよっていうのはもう会った時から確か言われてたなと思ってて、そうですね、2018年ぐらいからその話させていただいてます。そうなんですよ、八雲先生の言う通りになりました。今がちょっと大変で、お疲れ様です。本当にびっくりするぐらい仕事の種とか、はい、まあ、お金になるだろう種をたくさん投げてもらうようになったんですね。で同時進行で水をまいているので、うん、その水が足りなくなるのと浄瑠がちょっと足りないなみたいな状況に今なってるんですよね、はい、なので夜サプリ特権で今日はこの時間を使って、はい、小室由里のここからの1年っていうのをちょっと八雲先生に見てもらっちゃおうかなって思ってて、いいですか？わかりました。はい、大丈夫です。ありがとうございます。もう本当、本当言う通りになってるんですよね。八雲先生がおっしゃってた通りに。今ちょっと、プロスコープを見ながらお話したいと思います。はい、ズームで画面共有をさせていただいてます。はい。先生、年齢の方はお話しても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。言っちゃってください。ですね、まず今年47歳の、誕生日、7月の誕生日以降はですね、はい、来年のための準備期間、先ほど先生がおっしゃってた通り本当に来年のための準備期間なんです。はい、でこれは種をプランターに植えるような状況ですね。まだ水まいてないの？私まだ水もまいてないの？まだ水もまいてないです。マジで？そうで、来年の7月以降、1年2ヶ月先ですけど、すごくもう目まぐるしく、はい、人生の中で一番忙しい時期を迎えます。え、30年前のあの時より忙しくなるんですかね？
多分おそらくあの頃は体力的に忙しかったと思います。あ、体力的に忙しかったです、ね、時間的にも。でも今度はスケジュールも知性的にもすごく忙しい。うわー、疲弊しそうそれ。なのでちょっと体力をね今からつけていただいたりとか、ね、はい、していただいたらいいかなと思うんですが、はい、今年去年一昨年と実は忙しかったですよね。忙しかったです。それは前哨戦です。前哨戦。そうなんです。で、2020年ちょうどそのコロナが始まった頃というのは世界が広がり始めた頃でした。この先生は、はい、オンラインで世界が広がりました、はい、で次の年、2021年は一つの達成を迎えます。いろんな人と、出会えたり、仕事を知ってもらえた時期でした。はい。で、去年から今年の今にかけて何が起きているかというと、いろんなゆり先生の周りの人が、何でしょうね、協力してくれるような流れができています。そうですね、こうセクシュアリティやっぱり日本人知らなきゃいけないよねっていうところにフォーカスが当たった方が、小室さん一緒にやろうよって声かけてもらってます、うんうん、でそれが これからこの誕生日以降ですね、7月の誕生日以降を醸成されて、こう、はい、なんか種が出る前ですよね、植えられたのが、はい、来年の7月ぐらいからドーンと忙しくなる年になるのが来年ぐらいからなんですが、一番お金になるのがこの次の年なので、これから3年間ぐらいも忙しくて忙しくて、あの恵まれてるなと思いつつ、え、今より忙しくなるのっていうのをちょっとゾッとしますね。ただ ありがたいことに、ちょうどこれからの運気で手伝ってくれるスタッフさんとかお友達が増えますので、はい、うん、行き先とかね大丈夫だと思いますよ、はい、よかった。本当にもう一人じゃ手回らなくなってるんですよ今。うん、なので自分一人でこうやってきたことに慣れちゃってて、誰かに何かを頼むとかアウトソーシングするっていうのがこれからの自分の課題だなと思ってたので、うん、まさにそこですよね。そうなんですよね。小室さんの星って獅子座ですから、はい、の誕生日の、はい、獅子座ってクイーンなんですよね、女性だとクイーンエリザベス女王様なのでジョー様が雑巾掛けしてちゃいけないんですよ。雑巾掛けしてくれる人にねぎらうっていう立場にならないといけないんですね。そっか、ねぎらいね。そうなんです。一緒にやろうはいいんですけど、うん、率先して雑巾掛けしてちゃまだダメなんですよ。あ、はいはい。雑巾掛けしてくれたりね、お皿洗ってくれる人にありがとう、本当にありがとう、ね、ご褒美これってお給金こって渡せる人になってくださいね。はい、わかりました。これって言っていいとかキャンディーとか渡せる人になっていきたいと思います。ぜひぜひお願いします。はい、八雲先生ご自身はご自身のもちろんねホロスコープとか鑑定とかされてて、今後こうなっていくんだろうなって見えてるものはあるんですか？僕自身ですか？はい、僕自身は今年ちょうど5月、今牡牛座なんですけど、僕13日誕生日で、おめでとうございます。なんか言わせてしまってすいません。とんでもないです。で今度43になるんですが、43という年とその木星が今度ね大下に12年ぶりに帰ってきます。12年ぶりに、まあ、ちょうど僕12年前というと初めてメディアに載せていただいた頃なんですけれども、はい、こういう星回りが自分にまた戻ってきますので、うん、この1年ちょっと小室先生の後を追いながら頑張りたいなと思っております。いやいやいや、あ、そっか、私は八雲先生にじゃあ何を用意したり、ケーキ、ありがとうございます、嬉しいですさて、その八雲先生に実際に鑑定をお願いしたいなという方がいらっしゃったら、どちらにお問い合わせをすればいいですか？まずは月1回だけなんですが、月末の、ま、ちょっと日にちはいつも変動しますけれども、恵比寿の占いサロンクラージュさんというところで月1回だけ鑑定させていただいております。はい、その他は要相談でインスタグラムなどから、ご連絡ください。はい、インスタグラムまたはツイッターもやってらっしゃいますよね、うん、はい、検索ワードは占いタロットヤクモでインターネット検索していただくと、萩原ヤクモ先生のインスタまたはツイッター等々出てくると思うので、こちらからご連絡をいただければと思います。ありがとうございます。
ようやくも先生最後になりますが、聞いていただいているリスナーさんに一言お願いしてもよろしいですか。かしこまりました、毎週毎週、小室先生に読んでいただいているあの文章なんですが、僕も一緒にリスナーさんと一緒の気持ちで、書いて先生に読んでいただきたいちょっとセクシーな文章書いておりますので、皆さんもぜひ聞いてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今週のサプリのお客様、ゲストは占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生でした。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。踊れ踊れ私の占いサプリ。占い講座が全国で大人気中です。今週ゲストに来てくださいました、占い癒し処ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は12星座別文化の多様性、こんなテーマでお送りしますよ。ヤクモ先生の誕生日もあったということで特別バージョンでお届けいたします。それではセクシーに参ります。おひつじ座、まだ食べたことのない国の料理食べてみない？その後は慣れ親しんだ私を食べて。おうし座、美術館でアートを楽しみましょうよ。ごら、私以外のヌードで興奮しないで。エッチ。双子座、たまには映画館でしっかり文化に触れたいわ。バカ、暗いからってどこ触ってるのよ。ガニ座、たくさん本のある図書館で読書しましょう。あ、さっきから官能小説ばっかり読んでる。エッチ。獅子座、歌うことも文化的な活動よね。個室カラオケだからってキスしようとしてる？乙女座、世界各国の衣装も着てみたいわね。
だからってボンテージはまだ早いわよ。エッチ天秤座、外国語も勉強してみたいわね。もう目を見つめてジュテームだなんて。エッチサソリ座、ダンスを習うのも文化的よね。こんなに体を密着させて踊るの？エッチいて座、海外旅行が一番の異文化交流になるわね。ホテルのベッドではあなたと私の交流になるのね。エッチヤギ座、お芝居を見るのも楽しいわね。ゼリフがかった愛の言葉ささやいて。エッチ水亀座、江戸時代の浮世絵のことを調べるのも文化的ね。激しくセクシーな春画ばかりを見ちゃって、もうエッチ魚座、一番近くの文化交流はパートナーを知ることね。体の隅々まで交流しちゃわない？エッチ占い癒しところ薬務庵オーナー萩原八雲先生の鑑定、そして占い講座にご興味のある方は、占い、タロット、八雲、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週は特別バージョンでお送りいたしました。エッチに全ての感情を込めてみました。ありがとうございました。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家、小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで嫌なわらばな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着海里さんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。他人の記録を塗り替えるのは7割8割の力でも可能だが、自分の記録を塗り替えるには10以上の力が必要だ。アメリカ大リーグプロ野球選手イチローさんの名言です。誰かの気持ちを変えるよりも、実は自分の思い、行動、発言を変えることが一番大変だったりするんですよね。でも自分を変えること、それが周りを変えることにもつながると思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から